はい、こんにちは、レトルトと申します。競泳都市実況プレイ始めていきたいと思います。イベリスタワービルから逃げてきて、あの信号のところを右に曲がるとお父さんが入院している病院だよ。この子と一緒に病院に向かってるところか。ねえ、この音何？ずっと遠くから聞こえるよ。何か近づいてくるみたい。次何？モスラか？ガメラか？ゴジラか？なんか出てきそうですね。抑えきれる衝動が生み出す影。ゴー。すごい渋滞。みんなイライラしてるのね。まあ、そら逃げようとするだろうけど、もうどこからどう逃げればいいかはもうわかんないよね。あなた誰ですか？周辺で異変が起きているってことで、どこも交通渋滞だよ。しかも工事中の道路が潰れ、この辺りの自動車は身動き取れない。バスも動かないし、歩いて帰るつもりだったが、くたびれてここで休んでるんだ。これもうどう逃げてもこれもう無駄だよな、これ。あー、これ渋滞になってますね、これ。待って待って、ポイントゲット。これじゃあ。あー、これ、陥没してる。突然道路が下がってって、一体どうなってるんだ。聞く。早く帰りたいな。巨大な異星人や空飛ぶ怪獣が現れたってニューサイトに載っていた。ここにも何か現れるんじゃないか。早く帰りたい。もうこの東京というか、この宮都市からもうみんな出た方が、え？来たの？眩しい。え、何あれ？使徒か。これ、第4使徒とサキエルか、これ。劇場版だったとしたら。サキエルだ、これ。顔2つあるもんね。エヴァだ。あー、ついに出てきたね。ついにエヴァンゲリオン出てきましたね。もうダメだわ。大丈夫だよ、私たちがお父さんのところに。早く逃げた方がいいよ、これ。ちょっと話してる場合じゃない、話してる場合。人来てる、人。うわー、この視点いいな。あ、デルフが、デルフがあれだね。うわうわ、熱い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 。デルフが動いてんね、これ。大丈夫？病院はこっち側じゃないな。病院行く場合じゃないでしょ、これ。まさか向かっていくの、これ。まさか向かっていくの。病院確かに右側なんだよな。ここ通れないでしょ。どこに行くの、俺。おい、どこに行けばいいの、これ。こっち行って。いや、燃えてますよ、これ。こっちじゃないってことは。向かっていくんだ、これ。コンビニでタモロしてるみたいな女いるな。家に帰りたいよ、帰りたいね。うわ、やば。向かっていくんだ、これ。やばすぎない、これ。やばすぎない、これ。 R2 を押せば虚栄してんの。あ、こんにちは。じゃあ、まっすぐ、あ、ここにある。乗ると、ここ通れないな。ここちょっと前行かなきゃダメなんだ。やばいやばい、死ぬぞこれマジで。こっちのルートか。コンビニある、コンビニあるぞ。死ぬ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 。コンビニどこ？うわ、踏まれてる。これでオッケー。午後カレーあるな。よーし、オッケー。避難してきましたよ。一体何が起きてるんですか。商品は入ってこないし、物騒だから閉店しようと思っていたのに、このままじゃ店が潰れてしまう。ファミマが、あれ、シロかわいい。一緒に記念写真撮りたい。これ脅威カメラにならんか。白じゃないわ、トロだわ。なんで俺いつも白って呼んじゃうんだろう。あ、ちょうどいいところに会いましたにゃ。ちょっと手伝ってほしいことがありますにゃ、うん、絶対安全都市2の開発スタッフさんたちに健康ドリンクの差し入れをしたいんだけど、どこも売り切れで手に入らなかったのにゃ。健康ドリンク何個か持ってたっけな、黒はあれなんだね。あの、シナリオちゃんと書いてんのに、トロは雑用なんだね。健康ドリンクないの？
さっき最後の一本が売り切れましたよ。買ったお客さん？ああ、今も店内で立ち見してますよ。すげえな。ゆきちゃんどこ行ったんだろう。あ、こいつ絶命都市2の。立ち見せずにさっさと帰ればよかった。これじゃあ外には出られない。ああ、確かに買ったよ。譲ってもいいけど、スタミナがついてお腹いっぱいになる食べ物と交換ならいい。混合カレー感あるなぁ。トイレ。あ、よしよし、帰れる。洗面所の鏡だ。せっかくだから変えよう。あー、かっこいいなぁ、岡田くんだなぁ。どれも岡田くんだなぁ。完全に岡田くんだなぁ。このかっこいい髪型に変えようかな。こっちにしよう、爽やか。よし、これにしましょう。決定。なんかないかな。湯を足しますか。この状態で。さすがに美穂ちゃんを背負ってるので我慢する。よし、目をつぶり耳を塞いでもらおう。何かのプレイみたいになってるね。え、目をつぶって耳を塞いでればいいんだね。もう下ろしていいだろ。ふぅ、行こうよ。謎のプレイになっちゃったな。ゆきちゃんには見せられませんね、これ。こっち側のバックヤード、あ、ここはありそう。うん、デフラグ中。こんな時にも。俺もパソコンデフラグそろそろしない。あ、ありました。お兄ちゃん、さすがに勝手に開けちゃまずいんじゃない。まずいかもしれないけど開けるんだよ、男ってのはよ。よし、コンビニ店員の服もうすぐ身につけちゃうよ。え、勝手に来ちゃって大丈夫なの。実は僕はここの店員なんだ。だから大丈夫だ。この服はもともと僕のものでここに預けてたんだ。実はこの服には呪いがかかってるので僕が大麻するんだ。とにかく大丈夫だ。確かに他人のものを持っていくのは良くない。タイマーが必要なんですよ。そうなんだ。それなら悪いことをしてるわけじゃないんだね。ちょろいわー。コンビニ店員になりましたね。また別の店員になったな。これまた店長騙せんじゃない。あ、完全にコンビニ店員ですよこれ。一体何が起きてるんですか。あ、バレてない。服着てんのバレてない。これ横にゴーゴーカレーあったから、これゴーゴーカレーでしょ。あー、あ、やっぱイベント起きる。コラボしてんだろうな、ゴーゴーカレーと。おい、ルキじゃないか、ミホちゃんも。お、こんな時に何外歩いてるんだ。知り合いですか。え、あれ、こんな格好だっけ、ゆきちゃん。あ、店長さん、こんばんは。今からお姉ちゃんとお父さんのお見舞いに行くの。後ろ大変なことになってるけど大丈夫。とにかく店の中に入りな。ほら早く。さすがゴーゴーカレー、優しい。民間人に優しいゴーゴーカレー、最高。こんな状態でカレー食うのか。トロにも差し入れしなきゃいけないな。ここにいたら危ないんじゃ。心配するな、むやみに逃げ回ってる方がよっぽど危ねえよ。外が落ち着くまでここにいな。さて、ユキがここでバイトしてたのは、バイトしてたんだ。しばらく見なかったけど、あ？ん？あんた、あ、本当はミホちゃんのお姉さんじゃないんだろ。ちょっと違うんだな、似てるけど。やっぱりそうか。ユキはここで長いことバイトしてたんだ。俺にはわかるよ。でも、なんでまた？ユキさんはミホちゃんと会ってから、ここまで起こったことを手短に話した。やっぱそういう感じなんだな。別人なんだね。いい人だな。町がこんな大変な時に、ミホちゃんを病院まで送り届けるなんて。あ、いえ、そんな。せめて、親御さんのところに連れて行くまで、お姉さんのふりをしていようと思います。でも、元気そうで何よりだ。それに、こんな彼氏を連れてくるなんて。いいこと言いますね。店長、大盛り一つ。気恥ずかしく思いながらユキの彼氏になることを認める。ユキの彼氏なんてとんでもない。激しく否定する。これはこれで面白いけどな。いやいや、彼氏だなんてそんな。そうですよ、変なこと言わないでください。そのグーのやつかわいいね。店長さん、お腹すいた。ゴーゴーカレーの宣伝が始まりますよ。久しぶりの再会を祝して、
今日は俺のおごりにしといてやるよ。わーい、私いつものチキンカツカレーチーズトッピングで。このカレーなんか人生で2回ぐらいしか食ったことないな。いつもの？ああ、うん。いつものでいいよ。いつもの激辛なんじゃない？いつものでいいんだな。わかったよ。かわいそう。君はどうする？ゆきちゃんかわいそうな目になってる、これきっと。あえてコロッケカレー。何があえてなんだよ。美穂と同じもの。ゆきと同じもの。ゆきと同じもの。それじゃあ、ゆきさんと同じのをください。ほう。わかったよ。ちょっと待ってな。積んだなこれ。めっちゃ辛いんでしょ。ほう。で、でけえ。ギャルソネクラスのやつじゃん。わあ、いつものお姉ちゃんのカレーだ。お姉ちゃん食うんだな。世界最強メジャーカレー、ワールドチャンピオンクラス。かわいそう。ゆきのまかないはいつもこれだったな。まかないのくせにこんな食うんか。こんなに大丈夫か。え？もちろん。はーい、美味しそう。俺、美穂ちゃんのカレーでも食い切れない説ある。いただきまーす。かわいそうに。まあ、残さず食うんだろうな。コラボレーションだからな。残すわけないだろうな。おー、全回復。店長さんのカレー美味しいね、お姉ちゃん。うん。そうだね。もうお腹いっぱい。完全にお腹いっぱいでしょう。あ、そうだねって。激しくなってきたな。ごめん。もう食べられない。俺もう大盛りなんだよ。みほちゃんに気づかれないように、代わりに食べて。ゆきの役に立ちたいので代わりに完食する。みほちゃんを悲しませたくないので代わりに完食する。ゆきやみほはどうでもいい。己の限界に挑戦するために完食する。限界に挑む。いいよ。ちょうど自分の限界に挑戦したいと思ってたんだ。ちょうどね。頑張れ、ジャイアントコース。バレる、バレる。自分のやつも食った後なのかな。すげえ。ごくん、カレーは飲み物。これ以上ヒットポイントは回復しなかった。おお、もう食べたのか。そういえばユキは早食いだったな。綺麗に食ったな。ユキは早食いの大食いなんだ。そんなところまでそっくりとは。誰も気づかなかったの、今の間の。ごちそうさま。美味しかった。レトルト死んでるよ、あれ。もう死んでる。いやいや、お迎えが来てる。いたしまして。店長、ここも危ないよ。俺たちもう行くから。そうかい、分かったよ。気をつけてな。ちょっとヤバくなってきたようだ。君らも早く行きな。俺は店の片付けをしてから行くよ。店長さん、ありがとう。ああ、優しい。気をつけてな。さすがゴーゴーカレー。またうちのカレーを食べに来てくれよ。美穂ちゃんを頼んだぞ。あ、はい、ありがとうございました。お持ち帰りをロースカツカレーを手に。お持ち帰りはいらないだろう。でもこれトロにあげんだろうね。ゴーで出てきた。強引なコラボでしたね。でもカレーが食いたくなったわ。おい、絶命都市3でもあれだからね、押してたからな。あ、先にあれだ、タクシードライバーにカツカレーを渡すんだ。よし、スタミナがついてるものといえばゴーゴーカレーでしょうね。おお、それはお持ち帰り用ロースカツカレーだね。それなら交換してもいいよ。得だな。こいつってあいつなのかな。また別かな。おい、一本でいいの、一本で。あ、また会えましたにゃ。健康ドリンク、健康ドリンク持ってきてくれたの、どうもありがとうにゃ。これできっとみんな頑張れるにゃ。動きいいな。あ、トロのコスチューム来た。よしよし、これは着るしかないね。アイテムで、さっきのやつのトロ版かな。あ、かわいいな。で、俺黒の方がなんか好き。あー、でもかわいいな。着てるし、着てる。岡田くん、岡田くんが。これできっとみんな頑張るにゃ。これでなんかこういうイベントをどんどんこなしていけば。わ、なんかこ、怖い怖い怖い、なんか怖いことなった。怖いことになってる。離せる、離せた。
壊しないと病院に行きそうにないわ。絶対危険でしょう。こっからこう抜けていく。わっ、わあ、これエヴァか。やべえ、エヴァカメラ。エヴァがなんかライフル撃ってんだな。待って、どこ通らなきゃいけないの。ここ、ここまっすぐ行けそうにないから、右側通らなきゃいけないよな。大丈夫かこれ。ど真ん中なんです。ど真ん中なんですけど、こんな危険な場所通ってダメでしょ。やべえ、戦ってる。やべえ、民間人いますよ。燃えてるよこれ。服が燃えちゃうよ。新次君、民間人いますよ。当時君みたいになっちゃいますよ。ユキを助けたい。能力を信じて炎の中に飛び込んでみる。美穂を悲しませたくない。能力なんか信じられるか。ユキが嫌いなのでいい君だと朝霧を。ダメ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 。よし。ユキさん。俺の力。今助けに行くよ。トロ燃えちゃうよ。おお。大丈夫？ああ、大丈夫みたいだ。さ、僕にしがみついて。特殊能力を信じろ。あ、完全に惚れましたねこれ。ありがとう。もうダメかと思ったわ。もうちょっと服燃えたりしたらよかったのにな。お姉ちゃんが助かってよかった。好感度が上がった音が鳴りましたね。これで、あ、あれは現状だ。建物の中に入れなさそうだな。おーおーおお、あ、やばいやばいやばい。これ積み上げられてんじゃないこれ。エヴァがさ、使徒によく見るシーンですよこれ。おお、え、ここ通んの。ここ通るの。危険すぎない、ここ通んの。やばい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 。暴走してる、エヴァ暴走してますよこれ。おーおーおーおおお、どうなってるこれ。何が起きてんだろうこれ。あ、戦ってる。マジで下で戦ってるなこれ。あ、 AT フィールドこじ開けようとしてる。すげえ、開けたー。おお、コアを持ってからの、おおここに歩いてたら俺死んでたんじゃないの。やべえ、大変なことになってる。うん、お、お、取れる、取れる、ここ、デンジャーって書いてあるけど取れる。ここ危険すぎない、ここ。やべえ、マジの戦いしてる。ああ、よく見るシーンだ。おお、何気にエヴァンゲリオン俺結構好きなんですよね。当時見てたというか、再放送見てたのかな。美穂の父親がいる病院。お、着いた。おお、米花記念公園。ここがお父さんがいる病院だよ。米花ってだけでちょっともう嫌なんだけど。絶対殺人事件起きるでしょこれ。あ、これステージクリアしたんじゃない？今回短かったな。お、まだだ。そこがお父さんのいる部屋だよ。お父さんも空気読むのかな。下ろして。大丈夫？お姉ちゃんが死んだと、なんかあれだね、認められないというか。お父さん、認めたくない妹って感じなんだろうな。なんだって。気まずいよ、超気まずいよここ。あ、ユキ。でも似てるんだろうね、ちょっと。ほーらね、私が言った通り、お姉ちゃん生きてたでしょ。気まずい。ああ、そうだな、美穂の言う通りだったな。美穂、ませんねって。お姉ちゃんたちに飲み物を持ってきてあげなさい。うん、気まずいやつだな。すいませんね、巻き込んでしまったようで申し訳ない。あの子の姉は
1週間前に亡くなりました。この事件で亡くなったのか。交通事故でした。あ、私と一緒に交差点を渡っている時に暴走してきた車に。私は助かったのですが、わ、姉の方は打ちどころが悪く、そのまま息を引き取りました。美穂には何度か説明したのですが、信じようとしませんでした。今もどこかで生きているはずだと言い続けて、毎日夜遅くまで姉を探して出歩いているようでした。そんな危ないとこに。しかし確かに似ている。美穂があなたを姉だと言い張る気持ちはよくわかる。似てんな。いや、同一人物でしょ。確かにユキさんとそっくりだ。よく見れば似てないこともない。それほど似てるだろうか。似てるよこれ。確かにユキさんにそっくりだ。超似てるでしょこれ。美穂ちゃんはお姉さんのことが大好きだったんですね。いつも姉にくっついていました。しかしあの日は美穂の誕生日プレゼントを買うために私と姉だけで内緒で出かけたんです。そこで事故に。父親を慰める言葉をかける。どこの交差点で事故があったのか尋ねてみる。姉さんを、娘さんをここまで送ってきたシャレ。選びたくねえけど選ぼうかな。選びたくないけどね。僕が娘さんをここまでおぶって連れてきたんですが。もうこれは気がつきませんでした。最低。娘をここまで送っていただいたお礼です。はい、最低。引いてるよ。唐揚げかよ。このお父さんもおかしいな。シャレ。お父さん、ジュース買ってきたよ。私たちこれで失礼します。ああ、そうですか。え、もう行っちゃうの。夜遅いからね。ジュースもらっていくね。ありがとうね、ジュース。どうもありがとうございました。でもこの子を連れてこれてよかったね。また来てね、きっとだよ。だって死んでたもんな。わかったわ、また来るわ。あのビルの展望台でお姉ちゃん探してたんだろうな。あ、少女と父親、そしてユキと似た姉。これがどういう展開になる、なんか関係あんのかね、今後の。尻尾生えてんな。美穂ちゃんにとってお姉さんはとても大切な人だったんだね。悲しい。あの姉ちゃんも絶対死んでるもんな、事故だったら。なんでもないわ。さあ行きましょう。栄光やで。この子は栄光なのに、主人公ときたら。唐揚げをせしめましたからね。抑えきれぬ衝動が生み出す影。まあ、このショーはそんなに長くなかったな。巨大な黒い謎の生命体。攻撃機3機を。ネルフのやつね。攻撃機に搭乗していたパイロット全員の死亡が確認されていると。やっぱ使徒だ。やべえな。人と巨大人型兵器の間を進む。すごいよな。立ちふさがる人。巨大カレーブーム。街では巨大生物の出現が話題になっているが、その中カレーも巨大がもてはやされている。菜の花通りの交差点付近でカレースタンドを営む店長は、最近は超大盛りがよく出ています。今日もカップルで来られて、二人とも巨大なカレーを注文される方がいらっしゃいましたとのこと。今後さらに巨大物ブームの輪が広がっていくかもしれないと。ゴーゴーカレーみんなも食べましょう。これも、ここで記事とかもやっぱあるんだな。下水道工事とか。うわぁ、人の攻撃でタンクローリー。はい、ということで、じゃあ今回はアイテム交換あるな。なんか増えてないか。ゴーゴーカレーの店員になれる。あ、すげえ、高級時計のあれもゴーゴーカレーの店員になろうかな。30だから足りますね。で、次回はゴーゴーカレーの店員でスタートしましょう。
はい、ということで、今回はこれぐらいにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。こっからね、どういう展開になるかあんま予想できないよね。なんか目的地があるっていう感じもしないので、この都市から脱出するのが目的なんすかね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。次回に続きます。レトルトさーん。